教育学科では小学校の教員免許と中学校と高校の英語の免許が取れますので、それに関連した教育に関わるさまざまな学問を学ぶことができます。小学校であれば将来担任の先生になって児童に対してさまざまな教科を教えることになりますので、国語、算数、理科、社会、それから新しく外国語っていう、授業が始まっていますので、そういった科目について学ぶことができます。で、中学校と高校に関しては英語の先生になるための勉強ができます。第二言語習得がどういうふうに起こるのか、どういうふうに英語を教えたら生徒の英語力を伸ばせるのか、コミュニケーション能力を伸ばせるのかといった、セカンドランゲージアクイジションに関することを中心に学ぶことができます。今までは児童、生徒、教わる側だったのが、教育学科に入りますと今度は教える側に完全に立場が変わります。今までなんとなく受けてきた授業、実はこういう工夫がされて先生たちは授業を運営していたんだなということがよくわかると思います。ですので教育学科で高校までの学びと何が一番変わるのかというと、そこではないかと思います。小学校にするのか中学校、高校、どの校種にするのかまだ決まっていないという方は、自分の将来の選択肢を広げるためにも教育学科をお選びになるといいんではないかなと思います。小学校の先生という職業に憧れを抱いていたので、教育学科に志望して入りました。児童にどういうふうに教えていけばいいのかっていう部分が全くわからない状態だったんですけど、基礎となる部分からどう指導していけばいいのかっていう応用の部分まで学んできて、児童にどうアプローチしていけばどういう反応が来るのかっていう部分は大体理解できたのかなっていうふうには思います。1年生ではその小学校を目指すにあたってその全教科を教えなきゃいけないので、社会とか理科とかの全科目の過去にあった復習みたいな感じなんですけど、そういう部分の基礎固め、2年生はそれを学んだ上でその児童生徒にどう教えていくかっていう部分で、3年生も同じような感じなんですけど、4年生はその今まで1年生から3年生まで学んできたものをその教育実習で生かす場面があるので、そういう場面で生かしていきたいなっていうふうに思います。教科の指導っていう面ではもちろんそうなんですけど、その生徒一人一人にそのあったアプローチ、どういうふうな支援方法があるのかっていう部分を学んで、その私が憧れを抱いていたその中学校の校長先生のように見捨てずに、最後まで見捨てずにその一人一人に寄り添って熱心に指導できる先生になりたいなっていうふうに思っています。